法光寺は、静岡県浜松市北区にある寺院で、臨済州法光寺派の大本山である。三号は、新大山、二号は詳しくは、宝光万寿前寺と称する。別称、奥山半僧坊。本尊は、釈迦如来。1371年、東東美の豪族池の一族である、奥山六郎次郎朝藤瀬坂江小事こと、奥山朝藤の会帰である。 奥山佐藤は、五代醐天皇の十一番目の巫女であった、無門元仙に深く消えしていたので、無門元仙を解散として創建された寺である。無門元仙は、博多正福寺の後、元に渡って、復讐大閣寺で、小梅政友に参じて死亡した。その後日本に帰り、三河の江沢庵にいた時に、奥山朝藤の招きに応じて、方向寺に移った。 無門元線は、ここの景観が、中国天台山方向寺を彷彿させたので、寺を、新王山方向万寿禅寺と名付けた。その後何度も火災に遭うなどして、寺勢は衰退していった。度重なる火災により記録が失われ、室町時代末期までの詳しい状況は半然としない。その後1568年12月。 徳川家康が奉公寺を訪れその状況を見て復興に力を注いだ。徳川家康の創上により、御用税天皇から出世職直挙の臨時が下された。また1587年には、豊臣秀吉から約50国の衆院と、境内三輪が寄進され、同じ年に直眼所となった。江戸時代の1786年には、広角天皇から、 海散の無門の都選に対して、大寺広島禅寺の号が可視された。明治に入り、明治政府の廃物希釈の宗教政策により、経済地以外の事業が上置となって、方向寺は、経済基盤を失うことになった。1877年、当時の今井東明は鎮守である、搬送棒の再建事業など寺尊族の立て直しに、尽力した。方向寺は、 敗仏希釈後、臨在州各派が独立した頃には、南禅寺派に属していたが、1903年独立して、臨在州方向寺派の本山となった。また同年、明治天皇から、無門元仙に、聖韓国師の号が下手された。なお、この寺に祀られる、半僧坊言言は、海山の無門が、中国の元から帰国する、際悪天候の中、 無門の乗った船を守護したとされる。後年、無門元船が宝光寺に入寺した時、この神がまた現れて、無門元船に対して、教えをかぶり、法を守ることを誓った。それで、宝光寺の鎮守となったと伝わる。2019年9月に本堂など24棟の建造物が、国の登録有形文化財に登録された。ありがとうございます。